おはようございます、ニスルです。ちょっとあの家賃とあの市民税、なんとか払って、それプラスちょっと今月以降、国民健康保険料が引き落とされるんですが、まあなんとかね、まあいけそうかなって感じですね。この計算的にちゃんと仕事してればね、はい、仕事でちゃんとその収益的なものを上げれれば、まあ、なんとか、最悪バイトしてもいいかなと思って、なんかね入ったんですよ、あのアルバイト、短期アルバイト、結構これ有名ですよ、その年末のその仕分け、郵便のそのポスはがきとかの、毎日ちょっと足りなそうかなって場合はちょっと応募してこれやってみようかなって、はい、結構給料もいいんで、ちょっとね話こういうね YouTube ネタにもなると思うんで、こういうのあったら、まあまあその時はその時で考えていきたいと思います。まあそれもそうですし、運動不足がちょっとね深刻でして、はい、まあ、太陽を浴びてないセロトニン不足がせいか、ちょっとなんかもう嫌なことばっか考えて、なんか体の不調もあるんで、ちょっと運動しようかなと思ってます。はい、まあカードゲームしに、その自転車走らせて日本橋行ってるっては言ってるんですが、まあね、そのまあ軽い運動な上に、そのコミュニケーションででもちょっと知らない人とちょっとね、まあカードゲーム的なことでしかやってないんでね、まあ、運動とねコミュニケーションどうすればいいかなと思いまして、まあ、とりあえず運動ですね。ちょっと箕面に行こうかなと思ってます。あの以前言ってた、まあね、何でしょう、自然と触れ合う的なことをしたらちょっとは気が紛れるかなってことで、まあ、ちょっと一通りねいろいろ終わったんで一回行ってみようかなって、次の動画はそうなるかなと思うんですが、自然ちょっとねキノコ狩りしようかなって、ちょっとねちょっと取りたいキノコがあるんですよね、あのトリュフ、日本にもあるらしくて結構探せばあるらしいんで、ちょっと一個見つけたら一個だけ持って帰って積んでね、ちょっと薬味的な感じで使ってみようかなって、黒トリュフがね、まあ、日本の山に生えてるらしいんで、ちょっといろんなキノコを観察しつつそれを探す、本命を探すみたいな動画を、まあ、予定してるんですが、まあ、とりあえずちょっと行ってみて、行けそうだったらちょっと早くやってみます。というわけで、まあ、ちょっとね仕事しつつこういうこともして、ちょっと心身のバランス整えてきたと思います。まあね、ちょっとアルバイトしたいなって気持ちはあります。逆にあの運動とその誰かとちょっと喋らったりなんかしないとまずいかなって気がねちょっとあるんですよね。一人でねやっぱりこもってるとね、やっぱ孤独を感じるんで、ちょっとコミュニケーション能力が落ちたら困るんでね、さすがに、そういう意味でも結構一石二鳥三鳥四鳥アルバイトするだけでね、たまにいいかなって。まあ、でもちょっと本筋の方もちゃんとやっていきたいと思います。はい、というわけでよろしくお願いします。